つぼや焼きかまの一つはらがき家住宅つぼや焼きは沖縄県那覇市つぼや地区及び読谷村その他で焼かれる沖縄を代表する陶器の名称。上り釜を中心に灯油用やガス用なども用いながら伝統の技術と技法を受け継いでいる。琉球の焼き物の歴史は戦死時代の土器の出土例などが知られているが本格化するのは高麗瓦が出現する中に 三世紀以降である。浦添城などから、紀遊年高来たく匠作りの名のある、高来瓦らが出土しているが、この、紀遊は1153年か1273年かの、いずれかを指すという説が有力である。ただし、この高来瓦らが沖縄で焼かれたのか、朝鮮半島で焼かれたのかは、まだ明らかでない。近年では、浦添踊れの発掘現場から、 高麗家瓦の鎌跡らしきものが発見されたとの報道がなされた。時期は14世紀後半から15世紀前半とみられ、これが事実なら、当時から琉球では、独自に高麗家瓦を作られていたことになる。16世紀には、中国からの帰家人で、琉球最初の瓦公とも言われる、渡嘉敷三郎から1604年、現宇治テル名家のその活躍が知られている。 また、旧日には、昭英王時代の万歴年間に、東明、王栄拓、小橋川親雲城公長が、初代河原奉行に任命され、東河原並に焼師等の功を創刊すという記述がある。焼師とは、京の荒焼による紙のことと考えられ、当時首里王府によって、屋根河原並びに荒焼が生産、管理されていたようである。荒焼の起源は、 不明な点も多いが、別名、南蛮焼、き、琉球南蛮焼きと呼ばれるように、一般には14世紀後半以降、中国との新興貿易が始まり次第に、東南アジア方面との交易も活発になる中で、新興貿易の見返り品を求めて、南方より、酒亀や壺、湾類が琉球に大量にもたらされるようになり、その時同時に、 荒焼きの元となる製法も伝来したのではないかと考えられている。また、12世紀以降、中国の焼き物や徳之島のカム焼きが輸入されるようになり、それらがグスクアト等から発掘され、沖縄で広く使われていたことが明らかになっている。ただしカム焼きの釜跡のようなものは見つかっていない。1六百九年、琉球王国は薩摩統津藩の支配下に入る。 1616 16年、少年王は、聖子商法を通して、朝鮮東高十六、一貫、三貫の三名を薩摩より招兵して、枠田で陶器を作らせた。これが、枠田焼きの始まりである。また、読谷村記名でも、今日、記名焼きと呼ばれる雇用があり、1670年頃、荒焼きを主体とした陶器が、盛んに生産されていた。 後期9年の命の入った、紀名焼きの寿司亀が発掘されている。紀名焼きでは水亀、酒亀といった大型のものから、油壺までいろいろな陶器が作られていた。一説には南蛮焼きはここから始まったという。他に、千葉菜用や宝口用といった雇用も知られている。1670年には、平田の道を清に派遣して、 赤絵を学ばせるなど、現在の中国方面からの技術導入も行われた。1682年、なお、帝王の時代に、枠田用、千葉名用、宝口用の3加所の釜を、牧志村の南に統合して、新しい釜場が誕生した。これが、現在の坪屋焼の早々である。その後、坪屋焼は、琉球随一の釜場となり、その製品は、 国内消費や公益に利用された。また、琉球施設の江戸登りの際、将軍や幕府首脳への献上品である泡盛を入れる容器としても用いられた。江戸時代に大名の江戸屋敷が密集していた汐留名遺跡の発掘の際に、伊達市の屋敷跡と推定される地区から壺屋焼きのとっくりが出土している。また、幕末の風俗を記した森定万光にも、 江戸や京都、大阪で荒焼きどっくりに入った泡盛が市中で売られていたことが記されており、それを裏付けるように各地の近世遺跡でつぼや焼きが出土している。ただし、研究者の間でもつぼや焼きの存在自体が知られておらず、備前焼き、南蛮焼きとして博物館などに展示されている例があるとの指摘もある。明治から大正にかけてつぼや焼きは低迷期を迎える。 琉球王府の廃止を含む爆藩体制の解消で流通の政権がなくなり、有田などから安価な焼き物が大量に流入してきた。再生の転機は大正の終わり頃から琉宗吉によって起こされた民営運動に投稿たちが触発されてからである。柳は沖縄での作刀経験のある浜田昌司らと共に1938年初めて沖縄を訪問し、 1940年までに4回、来島した。金城二郎や荒垣栄三郎ら投稿に直接、指導や助言を行い、また、つぼや焼きを東京や京阪神などで広く紹介したため、生産も上向きになった。今日、つぼや焼きがあるのはこの民芸運動からによるところが大きい。彼らは、日本国内で生産される、日雑崎の、用のびと呼ばれる、 実用性と芸術性に光を照らした。そして、つぼや焼きを、本土にない、鮮やかな彩色目を引き、庶民の日用品でこれほどまでに装飾性を、兼ね揃えたものは、珍しいと評価している。つぼやや、地文通りにある、南洋太平洋戦争で、沖縄本島全土が焦土と化す中、つぼや地区は、比較的軽微な被害で済んだ。しかし、 一体の都市化の進行とともに、焚き木釜の使用が規制されると、伝統的な技法を失った当治では再度、存続の危機を迎えた。そのため、今日では焚き木釜を認可した読谷をはじめ、坪ぼ地区以外にも釜元が分散することとなり、およそ100ほどの釜元が県内に見られる。坪ぼ焼きは大きく分けて、荒焼きと呼ばれる南蛮焼きの系統を組むものと、上焼きと呼ばれる。 大陸と雷系の絵付けがされるものがある。高雷がわらのカマート琉球新報1998年1月12日、天空企画編、図説、琉球の伝統工芸、川で処防2002年、15ページ参照。姫鳴焼、沖縄大百科事典上、854ページ参照。お出し図を、 琉球サムアーモリ陶器の公益 ISBN 978から4から642034463初週民芸協会の歩み2012年8月17日確認日曜食器では表面の粗さを埋めるため同系色である焦げ茶色のマ漫画流を施すこともあるありがとうございます